帆に風を受けて進む打たせ船。北海シマエビ漁はエビの住処となる藻を傷つけないようエンジンを使わず打たせ船で行われます。今年は資源量も多く、漁業者1人当たり去年は650キロだった上限は1100キロとなりました。方は今年はいいわ、珍しい、最高です。北海道遺産にも選定されている伝統の北海シマエビ漁は来月25日まで行われます。